いざ何かあったときに、あそこに防災倉庫ありますよ、防災倉庫の中にはこういうところのところがありますよなんていうことを、一年に一回、例えば防災訓練をやっても、これはなかなか身につかないもんだと。毎日毎日、例えばその防災倉庫で賞味期限になる、例えばアルファ米とかを使って、私はよく市役所で提案してたんですけど、一年に一回、地元のお母さん方と PTA と一緒に、レシピ大会でもやろうかと。で、それでうまくそのパエリアを作った団体を表彰して、そうすることやって、イベントと一緒に絡めてやると、あの学校の小学校のあそこに行けば、こんなものがあるんだということが、例えば、こう、みんな知ってもわかるようになるのかなと思ったりとかしてるわけです。例えば、なんでこの話をしたかというと、普段から学校に出入りをして、学校の施設をちゃんと見て、普段からですよ。コミュニティ活動をやっぱやっていてこその、初めて災害時の防災拠点化になるということ。防災倉庫を小学校の中に作ったら拠点になるかというのは私は嘘だと思う。それは例えば誰が活動して、正直な話、生きているか分からないから、災害時はみんながある程度知っておかないと、これなかなかものにはならない。嘘っぽい話をしなければそういうことです。誰が言っているか分からないということです、正直言うと。まあそう考えていくと、まあ、ちょっと話してどうしますけど、私この後冗談からですお話をさせていただくことは偉くはなくてですね、あのなぜこんなことを私始めたかって言いますと、その教育委員会にいた時とか PTA 活動をやってる時とか、まあ、市役所っていう、まあ、単純な職員っていう意味じゃなくて、これはたまたま私は教育委員会にいた時でしたけども、落ちたんです。これが破片じゃないです。これ現物は今日当然持ってこれませんけど、このテーブルの上に置いたらこれの高さあります。重さ25キロですよ。これがある、まあ、小学校の、あ、中学校です。5階の床から落ちてきたんです。朝教頭先生から電話がかかってきて、池田さん早く来いと、とにかく来いと言われて見に行きました。今これ喋ってるの私ゾクゾクとします。この半分から上は、私が見たのはここから下の部分です。ここから上の部分は土の中に刺さってました。落ちてきて、たまたま夜落ちてくれたので、子供には被害はなかったです。亡くなることはなかった。もしあの時昼間落ちていたら、ここで私は喋っている場合ではなくて、刑責任を負わされたかもしれないでしょう。自分が追うだけでは済まないんです。その、もし亡くなる子供の命がなくなれば、その親御さんたちにどう言い訳するんやという話です。その時にやっぱり私も思ったんです。このまま、例えば施設を利用している人たちが不安全な施設を提供していいのかと、市役所の職員として。まして義務教育施設でそんなことあってはならないというのは、もう純粋な公務員とは以前の問題です。人としてどうなんだって話です。そうです。こうした中で FM を始めた。で、何を始めたかというと、まあいろいろとありましたけども、事例を共感しますけど、結論から申し上げると、今のまま寮を持ち続けていたら、全部を直すことが、これなかなか現実難しいのであれば、少なくとも、まあ、サイズも含めてダウンサイジングをしていくっていう方向に持っていかないと、やることもできない。で、残すと決めたものに関しては、徹底的にやっぱり長寿命が変わっていく。もう一つ、学校で生まれたら、一生学校じゃなきゃいけないと、建築物が。そんなこともないでしょうと。公民館に生まれ変わらせてもいいんじゃないかというようなことをいろいろ発想してきたということです。まあ、これはちょっと欲しくなると飛ばしますけども、大事なのはですよ、何パーセント削減するかじゃないです。これはもうはっきり申し上げますけど、ここを勘違いしちゃいけないです。何パーセント削減して、例えばですよ、財政上シミュレーションできるだけの、戸田市さんは 20% 削減できたと。その時に公共施設を使っている市民の皆さんが、死んだ目になっては困るわけです。生きた目でその施設を使ってなければ意味がないです、正直。そのためにどうするかです。だからといって、何にも我慢しないで、今のままの量はやっぱり寂しいから持っていこうということも、これまたダメでしょうということです、正直。本当に持続可能な戸田市の経営するにはどうすればいいんだということを考えていきましょうというのは、ちょっとややこしいですけども、じゃあ少子高齢化社会の時に、例えばですよ、20% 削減しましょうっていう、例えば今の量から 20% 削減しましょうっていう単純な 10-2 が8じゃないんです。例えばどうしても少子高齢化社会なので、高齢化対応施設あるいは子育て支援施設は必ず1増やさなきゃダメだと、投資しなきゃダメだという時も必ずあります。
ということは1増えるんだったら逆に2を減らせば3減らさなきゃいけないことですよ。単純に算数で言うと2を減らしちゃいいってないんです。1増やすんだったら3減らさないと2を減らないっていうその組み替えをですねどん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 やっていかなきゃいけないし、なおかつ難しいのは今までみたいに全て戸田一律なんとかで作る必要がないということです。あるいは作ってはなかなか難しいということです。お金が足りなくなります。そういうと、あるいはその小学校とかそのもういらなくなったからって言って単純に解体すればいいっていうもんではなくて、今言った小学校の一部の機能をある用途に変更しましょうと、そこにものづくりの先輩たちの知恵を貸してくれって言うしかないんです。私は先輩たちが作ってきたこの知恵をですね、若い世代はよく知らない部分はありますから、もっとこういうふうに工夫したらどうないねん若い世代はということをやっぱりどん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 一緒にやっぱり働いていくべきかなというふうに思っています。経験値が足りないですから、私若い世代たちにとっては、まあここははっきり言うと先輩方もですね、私たちが作ってきたから残すっていうだけではなくて、じゃあ私たちが作った資産をどう若い世代たちに、まあ、新たな形で残していくかということも一緒に議論してほしいなというのが私の望みです。まあそういう意味ではここははっきり申し上げるとですね、FM やってて、あ、公立のアニメってやってて、私本当につくと思いましたけども、これまでのような役所ですよ、ここにいる市役所の皆さん、私もそうですけども、役所の中で市民って言われているのは誰かというと、これは間違いなくほとんど意味合い的には使用者側の市民のことを言ってました。満足度調査とかいうのも公民館の利用者、図書館の利用者、いわゆる利用者の市民の方々のことを市民と言ってた傾向は強いかなと思います。ただし公民館もタダで運営できるわけがないわけです。電気代だってかかります、ガス代だってかかります。減免受けてタダで使っている方、これはタダでその理由があって使っているのもよろしいと思いますけども、経営はタダではできないということ、すなわち誰が負担しているんですかと言われたら、多くの市民の皆様が負担をしてくれているということです。そのお金を、ここをしっかり言っていかないと公共施設マネジメントは始まらないということです。これはどっちがいいとこ悪いではなくて、両方の市民の方をしっかり向いた行政、あるいは市民共同やっていかなきゃなかなか難しいんだろうなと思っています。ただですね、サイレントマジョリティと言われているみたいに、やっぱりここの市民の方々は文句がない以上はなかなか声を上げてくれません。まあ、これはあの地元説明会、私も学生あのちょっと今日はパワーポイント持ってないから最初言ってみますけども、4日間タウンミーティングやったんです。小学校の統廃合について、毎日100名自治会の方たちが動員かけてこられて、毎日100名打ち合わせをさせていきました。そうした中でですね、やはり若い世代たちの意見、現役のお父さんお母さんたちの意見と、今までその学校を支えてこられたおじいちゃんおばあちゃんたちの意見、確かに違います。その時にやっぱり私は大事だなと思ったのは、やはりこれまで作ってこられた全体市民として今後この50年どう作っていこうかということを両方の市民に参加していただいて、やっぱり議論していくべきだろうなと思います。アメリカに私行った時もです、アメリカなんかでやっぱり聞いていくと、教会に集まってですね、みんなこのうちの町の、ゴミをどうするとか議論してるわけです。もう黒人白人などいろんな人が混じって泣きながらやってます。もう泣きながらです、本当に 大騒ぎして。でもなぜかダイバーシティ、みんなが意見が違うから集まっていただいてるんです。日本人のように体制としてこういう意見じゃないとなんか困るよねということはないようです。みんなが意見が違うのは当たり前が前提。なのでタウンミーティングとかそのワークショップやるとですね、なんかこうなんとなくざわざわとしたみんなが違う意見だとなんか落ち着かないっていうようにあるんですけど、私は基本的にはいろんな意見があって当たり前で、じゃあどうするのっていうふうに皆さんで話し合いしていきましょうと。その叩き台を市役所が一つお示しをしましょうということはあってもいいけども、これは決まりじゃないんだということをしっかり、あるいはですね、聞いておられる方も市役所が出してくる案に対して文句を言うだけじゃなくて、じゃあ俺たちだったらこういうようなやっていくぞと、もうどんどんアイデアを出してほしいんだと思います、市役所の皆さん。まあ、そこをですね、これから変えていきたいなと思っています。時間がないので、ここはですね、本当はビデオがあるといいんですけど、例えばですね、これからは一つデータベースっていうのもちょっと真面目な話、もうです、紙でいろいろ整理している時代はもうある程度終わりにしないとダメです。
何でもかんでも紙で印刷する時代ではないです。まあ紙も大事ですよ。ただデータベースっていうのはしっかり持っていくべきだと思います。で、そのデータベースをもう岸の場合はですね、岸さんの場合はもう白書という形でも出されておられるので、これは飛ばしていきましょう。ただ白書を出したからいいっていうことではないっていうことも自民党の方はもう十分ご存知だと思います。それをいかに伝えるかです。そのいやなしての言っていることはどういうことかということを一個一個やっぱり噛み砕いて、地元の人たちとお話をしていくべきだろうなと思います。住民の皆様の方もこれを一つのきっかけにしてですよ、これを一つの題材として同じ座標でやっぱり議論をしっかり尽くすということが大事かなと。やっぱりですね、これやっぱり白書を私出した方がやっぱり正解だと思いますのは、私も出し、まあ、いたして出したのは文句じゃないです。議会とかでも言われて、そのたびにデータを出すとですね、もうお前早くデータ出してこいとしょっちゅう言われる。いや隠してるわけではないんですけども、そのたびに出すとなんか役所だけはデータを持っていて、地元にも入っていくと役所だけはデータを持っていて、それに基づいて結論を出しましたって言ってしまうと、どうも上から目線でなんかその公平じゃない、私やめたかったのはもう施設白書にもう情報は全部出しています、これに基づいて市民も議会も私たち行政も一緒にこのデータを持って議論していきませんかということを大前提でやりたかったというのが、まあ、白書を作成した意味だったですね。でデータの大事さっていうのはどういうことかというと、これは私はっきりと決めていますのは、一番最初にあった実益がなければ意味がないです。とにかくプラグマティックに考えないとデータを使えないと意味がない。民間だったら当たり前です。データ集めてうちの会社こうですって公表してお金の会社ないです。そのデータを分析してコンビニでどれだけ物が売れてるかということをそのデータとするわけです。ちょっと戦略として、例えばその水道料金を例えばデータ集めたら、私がやったところでもこれだけ差があったわけです。小学校を並べただけで、これどう考えたっておかしいやろと。高いその大きな学校は確かに水道料金高いのは当たり前ですけど、本当にこれなんで高いねんということをやっぱり議論してたわけです。いや現場を見たんです、本当の現場を。そうすると単純に漏水があったということもありましたし、ちょっと女性は分かりづらいかもしれないですけど、ですね、男子用の小便器にストールってこう小便器がこう並んでるんですよ、おしっこするところが。で今はプッシュバルブってボタンを一個一個押すとか、もっといいところはセンサー式で、まあ、センサーで離れると自動で水栓が流れると。昔はですね、そういうその高度なものはなくてですね、小学校なんかでも上の方にタンクがついていて、蛇口がそこについてて、そこに水がバーッと流れてて、ある程度その溜まってくるとサイフォン方式で圧力がかかって一斉にガーッと下 その小便器に水が流れてって成長すると。よく昔でいう高速道路の公衆トイレとかそういう方式でした。やっぱりこういうのが残ってたんです。もうデータ見ていくとこの悪いとか高いとかは軒並みそういう設備だったんです。でこれ悪くしてるんやろうと思って、まあ、実際に速報庁を調べていくと、確かにじゃあ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 24時間流れてるわけです。これを蛇口を本当にひねっただけですよ。お金はほとんどかけてないです。何万円もかけてない。そういう回収工事に少しかけましたけど、それで現金で1300万円で1年間減った数が、これ職員2人だけで2週間ぐらいバーッとゲーム走っただけで1年間の削減率は1300万円。もしこれ垂れ流しにしていたら10年間考えると1億3000万円になったことになると、学校単身回収1等分できるということです。ちょっとこれはですね、ちょっと余談です。これはですね、言うなって言われました、最初試作の中で。まあ、当然自慢気に言ってるわけじゃないんだけど、なぜか批判されると、公務員が批判されると、それをやったら、なぜか、知らんふりしとけと、なぜかって言われると、こんな無駄遣いしてたんだと言われると、また怒られるわけです、公務員としては。お前らと。でも私はやっぱそこは言いました。ただし、自分らが気がついた時点で悪いというものは悪いと。いうものは認めてしっかり直していく勇気が必要じゃないでしょうかと。まあ、最初にお話しした過去のことがどうだっていうこともあるかもしれないけども、今自分たちが気がついてそれを直さなかった公務員もお前たちどうなんだっていうことで批判されるならいいけども、それをやっぱり勇気を持ってやったことに関して批判されてもそれは批判してくれと思ってますよ、ぶっちゃけ。ただこれをですね、お金を減らしただけではやっぱり私意味がないと思っていて、これを継続させることです。未来永劫とは言いませんけれども、今桜市の状況ではこういう状態が下がってます、水道料金。ただこれはですね、いつポーンってまた一つの学校が飛び出るか分からないっていうぐらい漏水がいろいろなところで起きるという可能性が高いということです。
データを生かしてなんぼです。で、これ難しい話ですけども、じゃあこの浮いたお金、じゃあもっと使い勝手良くないかということで、実際にやったのは、ちょっと難しい仕組みをテストして、ある公民館の大規模な設備改修にこれを投資しました。エスコ事業って言って、民間さんの方に大規模な設備のエアコンの改修工事を民間の資金、民間のノウハウで回収してもらった先に、そのお金の一部としてさっきの1300万円を投資してやりました。エスコ事業が。すなわち今までお金がないからなかなか回収ができないっていう仕組み、お金を生み出して次の回収の元手にしていくというようなことをやっぱりやったということです。このエスコ事業です、エネルギーサービスカンパニー事業というのはどういうことかというと、今まで100円の電気代を使っていた、多分この間で100円の電気代を使ったとします。最新型のエアコン設備に回収すると70円ぐらい下がるわけですよ、正直。そう30円浮くわけです。30円を10回積み立てたら300円になります。最初の回収の元手が250円なら金利を含めて回収してくるわけです、民間さんは。まあ、こういった民間さんのノウハウとかノウハウを活用して、資金を活用して、最初に活用して、後で月払いをしていく。当然市役所としてはお金をあまり持ち出さずに要するにやると、まあ、こんなまあやり方もできるだろうということをやったりとかしました。次、これからですね、先ほどの先生があって再編計画を作っていきましょう、あるいは実行しましょう。これ私ですね、やっぱりそのこだわってきたのは何かというと、これからお話しする事例は全て市民の皆様、あるいは議会の先生方、あるいは市の職員そのもの、とにかく体験をしてもらうっていうことが、とにかく私のテーマです。文字で書いて、なんか綺麗事書いて、納得してくれることはまずないっていうのが私の考え方で。まずはそれを体験してもらう。実体験してもらうことが、やっぱり何より大事だなと思っています。例えば、この小学校の耐震改修っていうのは、例えばこれ、簡単に言うとですね、上から見た図面ですけど、A と B と C とみんな改修しなきゃいけない耐震改修で。っていう状況だったんです。私の方でやったのは、A っていう機能の中には、一部の子供たちがいます。